魚と野菜。最近、私は食べるものを買いました。以前は、ハンバーガーやコーラなどばかりでした。ファストフードが大好きでした。油や甘いものが大好きでした。でも、だんだん太ってきてしまいました。だから、 最近は、魚や野菜を食べています。毎日、自分で料理をしています。朝、お弁当も作っています。少しせできましたし、食費もかからなくなりました。食事を変えたら、いいことがたくさんありました。 かんわいちど魚と野菜。魚と野菜。魚と野菜。最近、私は食べるものを買いました。 最近、私は食べるものを買いました。最近、私は食べるものをました。以前は、ハンバーガーやコーラなどばかりでした。 以前はハンバーガーやコーラなどばかりでした。以前はハンバーガーやコーラなどばかりでした。ファストフードが大好きでした。 ファストフードが大好きでした。ファストフードが大好きでした。油や甘いものが大好きでした。油や甘いものが大好きでした。 油や甘いものが大好きでしたでもだんだん太ってきてしまいましたでもだんだん太ってきてしまいました。 でもだんだん太ってきてしまいましただから最近は魚や野菜を食べていますだから最近は魚や野菜を食べています だから、最近は、魚や野菜を食べています。毎日、自分で料理をしています。毎日、自分で料理をしています。 毎日、自分で料理をしています。朝、お弁当も作っています。朝、お弁当も作っています。朝、 お弁当も作っています。少し汗できましたし、食費もかからなくなりました。少し汗できましたし、食費もかからなくなりました。 少しせてきましたし、食費もかからなくなりました。食事を変えたら、いいことがたくさんありました。食事を変えたら、 いいことがたくさんありました。食事を変えたら、いいことがたくさんありました。